いよいよ始まる最強のデクバーサス A 組の熱い戦い、勝負の行方は果たしてどうなるのか一緒に考えていきましょう。フルスルトはどうもクサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はデクバーサス A 組の予想動画となります。ジャンプ本社内容も含むためご注意ください。では早速いきましょう。このデクバーサス A 組という大注目の一戦の結末には大きく分けて3パターンが想定されます。一つ目は読者安心安全、 A 組みんなの声が届きデクが闇落ちから帰ってくるパターン。二つ目はデクがどっかに行ってしまうパターン。三つ目はヴィランによる急展開を迎えるパターンの3つが考えうるところかなと思います。そこにステイン、内通者、梅干しをはじめとするヴィラン連合、さらに脱獄がどのように絡むのかが気になるところになります。まずステインは、今回の A 組の集合がオールマイトスタートではないため、ステインの降臨の可能性はオールマイトが持つであろうスマホから大いにあり得ます。この場合ステインが大人になったインギニウム飯田君を蹴散らす可能性もあるため無茶苦茶になりそう。またヴィラン連合は梅干し主導になりますが、ディクテーターの位置情報もしくは内通者の情報で襲来する可能性があります。その時ダビはよく分かりませんが、スピナーは梅干しに反発する可能性もあるため、ここは全く読めません。どちらにせよ位置情報座標さえ分かれば黒霧のワープゲートを梅干しのドロワープで終わりなので、ヴィラン襲来イベントの可能性はかなり高いと思われます。さらに脱獄のキメラなども考えうるため、なかなかカオスなイベントになるかもしれないところ、そういう意味でもステインはかなり美味しいポジションにいるのがやばいところ。そして内通者は根津校長から結局いるのかどうかの答えはもらえなかったので、いないと言えない状況があります。さらに以前の動画から青山優雅がまあやらかしたので、黒霧のワープゲートが来るなら終章の序盤の今で内通者がどんどん来ちゃう可能性もあります。このようにデク VS A 組は様々な要素を内包している可能性が極めて高いため、そのような意味からも大注目なイベントになります。しかし次回の煽りがぶつかる思いたける給油からデク VS A 組がしっかり展開される可能性は高いです。その後の VS A 組開幕の煽り、 VS A 組は車に構えるとデクと戦うというわけではないため、デク VS A 組だけじゃないんじゃないかなとも読めます。どちらにせよデク VS A 組はあると思うので、そもそも A 組はデクを制圧できるのか考えて楽しんでいきたいところ。やはりデク制圧の要はラーカーズの3名の連携になると思われます。ここは冗談抜きにモギモギボール以上に高速に適した個性はなく、このグレープジュースにつなげるためにラーカーズの雷、セロ、ミネタ君の3名がフィニッシャーになるかもしれません。しかし A 組はゾロゾロとデクの前に出てきてしまっていました。これはおそらく市民の避難誘導を優先する生徒がいるからかなと思われます。またデクの黒ムチはダランと垂れている状態から相沢先生もいないんでしょう。そしてデク目線は怪我をさせたくないからみんなの元を離れたいという理由があるため、デクは戦わないかなと思いますが、どいてよどかせてみろという掛け合い。終章のデクは何をするのかよくわからないため、成り行きで戦ってしまう可能性も大いにあります。ここで A 組の作戦的には、爆豪飯田くん、桐島くん、小次郎くん、うららかさんの5名がデクの方を向き、轟くんや徳山くんなどの他の生徒はとりあえず避難誘導をするように見えます。うららかさんはワイヤーがあるため桐島くん、小次郎くんよりは立ち回れるかなと思いますが、やはり最強のデク相手には3人は足手まといにならざるを得ないため、やはり爆豪と飯田くんの屋内対人戦闘訓練以来の組み合わせが軸のように見えます。また桐島くん、小次郎くん、うららかさんで何ができるのかなと考えた時、林間合宿で見せた人間玉、桐島くんをうららかさんが浮かし、小次郎くんのぬた打ち旋風でぶっ飛ばす。そして何をされても動じないであろう桐島くんはデクに抱きついて動きを鈍くする。そこからラーカーズで仕上げに入るかなと思います。この発想は小次郎くんが期末試験で飯田くんに吹っ飛ばされて試験をクリアしたり、演習試験では庄司くんを吹っ飛ばして救ったりしていたので、小次郎くんの尻尾で吹っ飛ばされる場合が多いため桐島くんを飛ばすかなと思ってみたりしました。もちろんデクには危機感知というぶっ壊れ個性があるため当たる桐島くんも当たりません。そのため飯田くんと爆豪の連携がどこまで光るのかが鍵になります。そしてこの戦いは遠距離バトルのエアフォースがない状況から、おそらく爆豪に似ている先代2代目の個性がお披露目になるため、デクと爆豪は拮抗する展開になると読めます。そうなると飯田くんのレシプロターボがどこまでデクの選択危機感知を追い詰めることができるのかが重要になります。もしかしたらここで飯田くんのエンジン変形超超加速ロケットチャージが来て、デクの想定の範疇を上回る初見殺しからデクの危機感知で反応すらままならない状況にまで追い詰めるかなとも思いました。以上の可能性予想をまとめると、最初は最速コンビ飯田爆豪ペアで共闘し、爆豪の個性の覚醒の内容の解説。しかしそれでもデクの優勢から飯田くんの覚醒でデクを追い詰め、爆豪
王の一撃に対してデクが2代目の個性を発言するもデクの足止めに成功し、霧島弾発射からのダーカーズの連携で締めるかなと予想してみました。ここにステインや内通者ヴィラン連合がどのように絡むのかはぜひ皆さんも予想して楽しんでみてください。またこんな展開予想しましたなどもありましたらコメント欄でお待ちしております。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。真相がバイバイと思ったんですけれど、うららかさんの心配だからだよというセリフのシーンの後ろに八百門さんがいることに動画編集をしている時に気がつきまして、いろいろ言ってきましたが全員でデクと戦う展開だと思われます。そう考えていくとチョバーは犯した霧島くんを盾にするというね、荒技もできるんじゃないかなと思ったりもしました。2代目の個性は爆豪として、3代目の白鶏は今すぐ戦わないといけないためおそらく使えない、そうなると 100% も使えない。4代目の個性機関地は正直無敵に近い個性なので、飯田くんがどこまでガンガン攻めれるのか、それこそ常闇くんと轟くんの範囲攻撃も機関地に結構有効なんじゃないかなと思ったりもします。5代目のクロムチに関してはお株を奪われたセロハンターアスイさんあたりが対応してくれると結構熱いかなと個人的には思ったりもします。6代目の煙幕は二郎さんと庄司くんがねしっかり決めてくれるんじゃないかなと思います。7代目の冬は、うららかさんにもね結構頑張ってほしいなと思ったりもします。ガンヘッドマーシャルアーツは出るのか楽しみですね。